ハイペリオンはまだなの？姫子おばさん。誰がおばさんだって？まったく、上官準備をしてその場で待機してなさい。ウェンディ、ごめんなさい。ううん、ブローニャは何も悪くない。崩壊エネルギー反応検出。ウェンディの体内にあるデザイアジェムの影響なのか？待って、反応がどんどん強くなっていく。崩壊指数1500、2000、一体どうなってるんだ？崩壊指数2000か。これくらいあればハイペリオンも一撃で壊せるでしょ。ウェンディさん、何を言ってるの？この偽善者ども、あなたたちが憎い、全てが憎い、みんなまとめてぶっ殺してやりたいほど憎い。このエネルギー反応は、ウェンディ、まさかすでにデザイアジェムの力を解き放ったか？それとも結晶の崩壊意志に操られていたのか？ああ、しつこい。粘り強さこそ私の長所よ。まだまだいけるわ。残念ですが、これ以上は待てません。全戦術機構ステルス解除、目標第四律者。そんな、律者を一撃で倒すなんて。新しい戦術機構、なかなかのものではないか。彼女を弱らせたあなたたちに感謝せねばならないな。おっと、忘れるところだった。ここに律者がもう一人いることを。ブローニャ、我が娘よ、第三律者を捕獲しなさい。何？はい、お母様。メイ先輩、ブローニャちゃん。どうして？ライデン・メイの捕獲完了しました。残り1名。周囲に天命部隊を確認、接近中です。ふん、命拾いしたな。全軍帰港せよ。メイとウェンディはネゲントロピーにさらわれてしまった。後から駆けつけた姫子はキアナしか救出することができなかった。食いながら聖フレイヤ学園に戻ったキアナはメイ救出作戦を練り始めた。